こんにちは、フェルナンドことタケヤです。東南ヨーロッパの旅第3章が始まります。第1章がギリシャとキプロスの島巡り、第2章がレンタカーでの東欧巡り、第3章はバス、タクシーを駆使して未知なる国に向かいます。マケドニア、一体この国にどんな想像を持って接していいか分かりません。普通に EU に加盟しようという近代国家です。2019年2月マケドニアは北マケドニアに国名変更をしました。それではどうぞ。8月28日ベオグラードのホテルで朝食です。ベオグラードで連泊でしたが、雨のせいもあり、なんとなく暗い印象しか残りませんでした。今9時半、飛行機が13時45分発で、空港に行くのにはまだ早いのですが、遅いよりはいいですよね。バス停に着いたら即バスが来ました。サバ川を渡ります。空港に到着です。セルビア航空にチェックインします。イヴォ・アンドリッチ、セルビアを代表する作家です。スコピエ行き、帝国です。通路から空港ビルがよく見えます。空港の軽食堂でセルビアのお金を使い切ります。ビールを2本飲んでちょうどなくなりました。席は窓側が取れました。エンジン部分を赤く塗った機体が印象的です。機内食が出ますが、さっき食べたばかりです。マケドニアのスコピエに到着しました。マケドニア、一体どんな国なんでしょう。期待と不安でいっぱいです。ATM で普通に現金が下ろせました。タクシーの勧誘を断り、バスの切符を購入します。普通に近代的な空港です。普通じゃないものをマケドニアに求めようとしています。出発の時間を確認します。バスの発車まで時間があるので、空港内をうろうろします。スコピエ・アレキサンダー大王空港と言います。タクシーも料金が明示されていて良心的なようです。マケドニアの国旗がいかにもといった感じです。お土産屋さんも国旗の赤と黄色をあしらったものが多い。こうして見るとヨーロッパの各国との便も多い。バスに乗り込みます。ルートもしっかりしています。とりあえずスコピエ市街のバスステーションに向かいます。バスステーションに到着しました。明日のプリシュティナ行きの時間を確認します。メモに書いてくれました。これだけ本数があれば問題ありません。料金も320ディナリです。最後はタクシーでホテルに向かいます。ホテルに到着しました。500ディナリでした。約3キロの距離で10分の乗車ですので、日本だったらそんなものでしょうか。これが実は100デナリです。ボラれてしまいましたが、最初はしょうがないです。無事にホテルに着くことが重要です。ビジネスホテル風ですが、実に使いやすい。窓からは道路を挟んだお迎えさんです。街歩きに出かけます。普通の街並みです。ポルシェもあります。街も近代的です。
ホテルから町の中心に向かう途中にあるユニークな教会です。聖クリメント大聖堂と言います。ちなみにマケドニアの7割はマケドニア正教だそうです。城塞が見えてきました。道路をまたぐようにして大学があります。城跡は公園になっています。ムスタファ・パシナ・ジャミーヤというモスクです。スコピエがオスマン朝によって陥落して間もない1492年に建てられました。城塞に入ります。無料です。先ほど下から見上げた場所です。町の中心が見下ろせます。先ほどの大学とバスターミナル方面です。バルダル川とホテル方面です。この方面に後で向かいます。日が沈みます。この色合いがマケドニアの国旗のようです。久しぶりに見る綺麗な夕日です。ムスタファ・パシナ・ジャミーヤ・モスクを近くで見ます。オスマン朝のスコピエでの象徴でもあったのでしょう。マケドニアは1912年までオスマン朝の領土でした。その隣に聖スパス教会があります。この国の歴史そのものなのでしょうか。オールドバザールから続くレストラン街を抜けて町の中心に向かいます。そう、この道路の上に大学があります。この通りがスコピエで一番美しいでしょうか。マケドニア広場から博物館まで続きます。石橋を渡った先がマケドニア広場です。石橋から眺めるバルダル川の夜景です。マケドニア広場の象徴、アレキサンダー大王像です。マケドニアという国名やアレキサンダー大王については周辺諸国からいろいろ注文があったようです。そもそもマケドニアとはギリシャ北部からブルガリアの一部を含む広大な地域を指すようです。でもまあ先に名前を付けた方が勝ちか。2019年2月マケドニアは北マケドニアに国名変更をしました。町の中心、市民の憩いの場所としてその存在は確立してしまっています。観光馬車もあります。トレンはこの辺りを周回しているようです。マケドニア門が見えます。後日ゆっくり来ます。青の矢印がホテルで、その東にスコピエの中心があり、さらに東の電車のマークがバスステーションです。町を貫く川がバルダル川で、中心の北にケールと見えるのが城塞です。ところでカメラ、明日のコソボを待たねばなりません。ビールを買って帰ります。ホテルに戻りますが、危険という感じはありません。もちろん用心に越したことはありません。これさえあればもう言うことはありません。1.5 リッターで125デナリです。このホテル使いやすいということはこの机の広さです。書類やらパソコンやらを十分置ける広さです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はコソボの首都プリシュティナを目指します。ご視聴ありがとうございました。